どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2019年に ANA のねダイヤモンドを私獲得いたしまして、2020年になってですね、特典がね届いたということになりましたので、今回ですねこちらね開封していきたいというふうに思います。2021年にステータスね獲得検討されている方はですね、どんなものが届くかっていうのはね結構気になってるかなというふうに思いますので、ぜひね参考にしていただければなというふうに思います。それではまずですね、こちらのステータスカードですね、こちらじゃあステータスカードね2つあるというふうに思うわけなんですけども、ちょっとこれね後で中開けていきたいと思うんですけど、ステータスカードがね2つ届きます。というのも2019年にダイヤモンドね達成すると、まあ、本会員のダイヤモンドステータスは2020年っていうふうになりますんで、2019年度分と2020年度分ね2つね届くっていった形になっております。でですね、このステータスカードに関しては2019年分に関しては、私ね2019年の12月の16日のフライトでダイヤモンドステータスね達成したんですけども、年内にね届いたっていった感じになります。でですね、2020年度分に関してはこの2020年分のステータスカードと同じぐらいにですね、こちらダイヤモンドステータスのダイヤモンドタグなんですけども、こちらとね同じぐらいに到着したっていった感じになりますね。これもねちょっと後でね開けていきたいというふうに思います。でですね、あとこちらが届きました。こちらに関しては中にね SFC の特典も入っておりますんで、まあ、ダイヤモンドステータスの、ね、特典だけではなくなるわけなんですけども、一応ねこちらも後でね開封して紹介していきたいなというふうに思います。それはですね、こちらのステータスカードからね開けていきたいというふうに思います。到着したのはもう結構前なんですよね、ステータスカードに関しては。ちょっとどうやってね皆さんにお見せしようかずっと思ってたわけなんですけども、まあね一式全部揃ってからね紹介した方がいいかなというふうに思っておりまして、まあ、ずっとねこのままにしてたわけなんですよね。それはですね開けていきたいというふうに思うんですけども、2019年度分に関してはですね、まあ、私の動画ねずっと見ていただいている方はね知ってると思うんですけど、私がね初めて生放送した時にですね、こちらね一緒に開けたんですよね。覚えてる方もね中にはいらっしゃるかなと思うんですけども、でですね、こちらが2019年度分のねステータスカードですね。こちらこんな感じになってます。こちら2019年度分ですね。で2020年度分のステータスカードこちらですね。では開けていきたいと思います。では個人情報を隠しました。こちらですね、2020年って書いてありますよね、まあ、こちらが2020年度分で、まあ、こちらね2019年度分っていう感じですね。こんな感じになってます。まあ、このステータスカードに関してはですね、まあ、本来ね2020年ね、またニューヨークとかね国際線乗る予定だったわけなんですけども、まあ、こんな世の中になってしまってですね、まあ、乗れなくなったということで、まあ、本来このステータスカードっていうのは、まあ、あのスタイランスゴールドがね映ってるかな、あちょっと隠れてますね、あこっちだったらいいか、こっちに書いてあるんですね。こちらステアランスゴールド書いてありますよね。まあ、基本的に ANA にね搭乗する際はですね、特に持ち歩く必要はね、あのアプリとかのね提示でも OK なんですけども、ステアランス系の航空会社でエコノミーに乗って、でステータスによってラウンジとかね入りたいっていう時はこのねステータスカードね持ち歩くようにしてくださいね。まあ、これは SFC でも一緒なんですけども、まあ、私がやった感覚だとですね、プラチナの時にねやったんですけども、その時にねやっぱりステータスカードの方がね早かったりしますんで、こちらね国際線、まあ今はねちょっと乗れないですけども、まあ、今後ねステータス保有されて海外でねエコノミークラスに乗ってラウンジとかね入りたい時はこちらね確実に持ち歩くようにしてくださいね。でスーパーフライヤーズカードの方でもですね、これと同じような、ね、スーパーフライヤーズカードっていうのはもらえますんで、そちらね持ち歩くようにしていただけたらなというふうに思います。まあ、これでね持ってなくてラウンジ入れなかったってなるとすごい残念になりますので、この手はね覚えておいていただけたらなというふうに思います。それではですね次こちらですね、こちらは書いてある、あ下に書いてある、見える、ネームタグって書いてありますね。
このネームタグに関しては私はね、ダイヤモンド仕様で10万プレミアムポイント獲得してこのねタグもらったわけなんですけども、これね15万プレミアムポイントになるとね、ちょっとここら辺にね画像を出しておきますけども、ちょっとね変わるんですよね、特別仕様のネームタグということで、あとねオリジナルパッケージタグをねセットでプレゼントということで、10万ポイントプレミアムポイント獲得した場合と15万プレミアムポイント獲得した場合でこのねネームタグ変わるんですよね。こちらね、まあ、今から開けていくわけなんですけども、まあ、ですんでね、まあ、その差ね5万ポイントありますんで、これが欲しいっていう方はね、まあ、15万プレミアムポイントでね貯めるしかないわけなんですけども、まあ、一応ねネームタグもその5万ポイントの差でね仕様が変わるっていった感じになるんですよね。ということでこちらもね開けていきたいと思います。いやこれあってもねワクワクしますね。あの SFC 撮った時もねネームタグね来て結構ワクワクで開けたわけなんですけども、では開けました。こんな感じで入っておりますダイヤモンドですね。でこれね後ろ見るとねここ隠しといた方がいいのかな、うん、一応隠しとこう。こんな感じで見えますかね、名前が後ろから見えるようになってるんですね。それではね開けていっちゃいましょう。ちょっと見えるところでね開けていきたいですね。よいしょ、あ綺麗に外せないですねちょっと待ってくださいね、上のシールだけ外しちゃいます、ね、よかった、綺麗に取れました。では開封していきたいと思います。こんな感じでねここから開けるようになってるんで、ここでいこうかな、ここでいきましょう。じゃん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 、いや来ましたね来ましたね。これは外れないんですね。これ外れなくなってるんですね。いやこんな感じになっております。どうでしょうか、うんうん、いやこれかっこいいですね。いやこれはかっこいいですね。でこの色もねまたゴールド色になってていいですね。 SFC のねタグはねちょっとまた違うんですよね。タグあったかな、ちょっとね SFC のタグとまた違くていいですね。うん、ちょっと外しちゃいましょうかね。ではねちょっとスーパーフライヤーズタグをね持ってきたんですけど、SFC のタグはねこんな感じなんですよね。でダイヤモンドタグはねこんな感じで、いやちょっとねまた違いますよね。ちょっとこっち組み立てちゃいますよね、うん、いやいいですね。パス、あちょっと重いですね。重い。これね正直この SFC タグってすんごい軽くて結構ねチャチーとかね言っちゃう方もね結構いらっしゃるんですよね。このダイヤモンドのタグ結構ずっしりしててあれですね、いいですね。うん、ではタグをつけちゃいましょうかね。はい、組み立てました。こんな感じになっております。こんな感じです、どうでしょう、どうでしょう、こんな感じ。表面がねこんな感じで本当にねダイヤモンドタグの方がずっしりしてていいですね。で裏はねこんな感じになってます。裏はこんな感じ、うん、どうでしょうか。でねちょっと気になるんですけど、表こうで、まあ、両方ともね表向いてると思うんですけど、これね裏見てもらってほしいんですけど、これ間違ってたのかな、まあ、こういう仕様なんですかね。名前ひっくり返ってますねこっちね、うん、なんかあんのかな。でもこっちはちゃんと下にね名前が来てるっていう感じで、これはこういう仕様なんですかねまあでもまあタグなんでね向きはどっちでも個人的にはいいんですけども、まああれですよね、あの名前がひっくり返っちゃってるのはちょっと気になるところでありますね。まあこういう仕様なのか私の運が悪かったのかちょっと分かんないですけど、まあこんな感じでねタグスーパーフレーズとダイヤモンドと持たれてる方ね分かると思うんですけど、これ質感全然違うんですね。私ね同じようなタグかなと思ってて軽い感じなのかなっていうふうに思ってたんですけど、すごい重厚感があってね、このダイヤモンドタグいいですねこれね。いやーすごい嬉しいですね。やっと開けれて本当に嬉しい限りですね、まあ、こんな感じのタグになっております。ではでは、それでは次にこちらですね、こちら U パックで届きました。
でね、もう下にね、ダイアリー、手帳、壁掛けカレンダー、卓上カレンダーっていう感じでもう記載ね入ってると思うんで、まあ中身はね分かるわけなんですけども、ANA マイレージクラブサービスセンターからね届きました。でこの中身に関してはですね、私ダイヤモンドステータスでもあるわけなんですけども、まあ、スーパーフライヤーズ会員でもありますんで全部ね、一緒に送られてくるっていった形になりますんで、これはダイヤモンドステータスだけの特典じゃないっていった感じになりますんで、その点はね覚えておいてください。では開けていきましょう。まずこれですね、一番最初に出しちゃうこちらですね、 ANA のこの大きいザザンカレンダーですね、到着しました。いやこれねいいですよね、あのちょっとね中はね見せられないですけども、こんな感じでね毎月違う写真が見れるっていうことでかなりいいですよね。毎年楽しみされてる方もね結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。でこの大きいカレンダーと、あちょっと言い忘れましたね、こちらの紙がね入ってます。でダイヤモンドスーパーフライヤーズ、ダイヤモンドプラチナ SFC ということでこんな感じでね書いてありますね、見えるかな、こんな感じでもらえるものがね記載があるっていった感じになっております。で、ダイヤモンドプラチナメンバーのお客様は卓上フライトカレンダー、卓上フライトカレンダーこちらですね、卓上フライトカレンダーで2021番ダイアリー ANA オリジナルデザイン英語版、こっちですね、これだいぶ小さくなりましたね、英語版、あ英語版に変わったのかもしれないですね。これちょっとね昨年のお見せしましょう、こちらかなりね小さくなりましたね。ではちょっと持ってきました、こちらがね2020年だから、これは2019年の11月から12月にいただいた、まあ、ダイアリーなんですけども、こちらね去年はねこんな感じなんですよ、かなりでかいですよね。ちょっとクレジット、あこちらいいか、ステータスカード、まあこれクレジットカードサイズなんでこんな感じでねかなり大きいんですよね、大きいですよこれかなり大きいですよね。ですけども2021年版はこんな感じで、これステータスカード、かなりコンパクトになりましたね、うん、いやいいんじゃないでしょうか。ちょっとねこれ去年もらった時ね、まあ嬉しかったんですけどすごい大きかったんですよねこれ、うん、いいですねコンパクトになって、こちらねかなり重いですからねこれも、まあ、こんな感じでね、もらえると、いやでもいいですね、かなり、コンパクトになって、またちゃんとねこういうとこに ANA のロゴ入ってたりとか、うん、ANA マイレージクラブって書いてありますね、ちょっと写ってるかどうかあれなんですけど、こんな感じで、いやいいですね、はい。でであとですね、こちらフライトカレンダー、これは卓上のやつですね、こちら結構ね机とかにね置いておくと結構便利なんですよね、いつも愛用させてもらってます、いいですね、まあ、これもね写真が毎月変わる感じでね。で、あとこちらですね、こちらは、スーパーフレーズ会員限定の手帳ですね。私ね昨年ミスってですね、この手帳を頼まなきゃいけなかったのに、この手帳の中身だけ頼むっていうねことをしてしまってあの外側ないから使えないみたいなね、そんな感じになったんですよね。でこちらまず開けていきますね、とりあえずこちら見ましょう、よいしょよいしょ、おこんな感じでちゃんと入れ物に入ってるんですね。でおあこんな感じなんですね、こんな感じ、うん、呼び出しだとこんな感じですね、いやいいですね。で内側にね見えるか、ここに、あ入ってないか、あ入ってないな、どっちから入った、あこっちですね、こっちです、うん、こっちに、ね、これに ANA スーパーフライヤーズカードこれに入ってますね、いやこれはかっこいいですね。こちら一応手帳っていう感じでなってますね、こんな感じで見えてる、本当に手帳、地下鉄の路線図とかもね載ってるんですね、うん、こんな感じになってます、これいいですね、なんかパスポートケースにもできそうな感じがしていいですね、うん、かっこいいっていう感じですね。もらった特典はね、まあ、以上っていった感じになるわけなんですけども、特典をね紹介していきますね。
今私が紹介したのはダイヤモンドのスーパーフライズね、全部一緒になってますんで、ダイヤモンドステータスでスーパーフライズになってない人は少ないと思うんですけども、そういう方はこの2つ、これがダイヤモンドステータスでもらえる特典、こちらはプラチナでもね一緒っていった感じになりますね。この2つが、ね、ダイヤモンドプラチナで、まあ、もらえるっていった感じになります。でですね、スーパーフライヤーズカードになるとこちらですね、スーパーフライヤーズ会員限定手帳ですね、こちらがもらえるっていった感じになります。こちらスーパーフライヤーズの特典なんですけども、まあ、初年度ですね、こちらの手帳とこの中身レフィルっていうのがどっちか選べるんですよね。で両方は選べないんですよ。手帳とレフィルセットかレフィルだけ、まあ、どっちかがね選べるっていった感じになるわけなんですけども、まあ、初年度ねなった方気をつけてくださいね。私去年ね間違えてレフィルを頼んでしまって、この外側がない状況でこの中身だけ来たっていうねなんともドジなことをしてしまったんで、こちらね覚えておいてください。でこちらに関しては送付物っていうのが全部ねANA のホームページのマイページで設定できるようになっておりますので、ちょっとねこれに画面出しておきますね。こちら送付物の設定で名前とか個人情報の下にですね、特典の欲しいかどうかみたいなのね全部設定できるようになっておりますので、こちらもね忘れずに設定ねするようにしてくださいね。私のようにねこの手帳の中身のリフィルだけね頼まないようにしていただきたいなというふうに思います。ちょっとね話脱線しちゃったんですけども、スーパーフライズ会員の方はですね、こちらの手帳もしくはこの中身のレフィルっていうもの、このどちらかいずれ1点ね選択するっていった感じになります。でですね、プラスこちらの壁掛けカレンダー、それと先ほども出ましたこちらの卓上カレンダーですね、こちらがスーパーフライヤーズ会員の方の特典っていった感じになります。 ANA のステータス持ってる方、まあ、プラチナダイヤモンドで持ってる方は、まあ、基本スーパーフライヤーズカードね、申し込んでる方の方が多いと思うんですけども、まあ、これ申し込んでないとですねもらえるのはねこちらとこちらっていった感じになりますんで、あとタグとかステータスカードはね届くわけなんですけども、プラチナダイヤモンドはですねこの2つっていった感じになりますんで、まあ、スーパーフライヤーズカードね、まあ、申し込んでいただければ今日紹介したものがね全てもらえるっていった形になりますんで、まあ、こちらですね達成されたらですね ANA の、ね、マイページよく見ていただいて、欲しいものはね、申し込んでいただいて、いらないものはね希望しないっていうこともねできますんで、そのセットもね確実にしていただけたらなというふうに思います。ということで今回の動画ですね、2019年に ANA ダイヤモンドステータスね到達しましたということで特典ね紹介させていただきましたけども、やっぱりこのタグ本当にね重厚感があっていいですね。ぜひねダイヤモンド仕様検討されている方はですね、ちょっとこれね手に入れてみていただきたいなと思います。このねスーパーフライヤーズカードのね、タグもらった時もすごい嬉しかったんですけど、こっちねいいですね、重厚感があって、まあ、こういうのをねもらって嬉しいってなるとですね、もっと上のねステータスのあのタグがねちょっと欲しくなってきてしまいますね。まあ、今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立たないかな、この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルほどについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してる方ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。